前回の動画で日本のテクノポップのアルバム10選を紹介しました。1979年から1982年の結構尖った作品が多かったと思うんですけど、これらを自分は小学生だったのでリアルタイムでは聞いていなくて後追いになるんですね。でもテクノポップ的なサウンドはその頃から好きで、それは80年代初め頃からシンセサイザーやシンセドラムなどを取り入れたヒット曲がテレビとかから聞こえてきていて、そういったピコピコしたサウンドが子供心に面白く思えて好きだったんですね。で、それらの曲はいつの頃からかテクノ歌謡と言われるようになっていました。今回はそんな中から名曲、迷う曲と書いて名曲も含めてダダダッと25曲ぐらいですかね、紹介したいと思います。まずはテクノ歌謡といったらこの曲を一番に思い浮かべる方も多いでしょう。イモキントリオハイスクールララバイ、1981年の曲です。イモキントリオはバラエティ番組キンドンに出演していた永江健二さん、山口良一さん、西山浩二さんによるユニット。作詞は松本隆さん、作曲編曲は細野晴臣さんで、細野さん自ら YMO のパロディをやったような楽曲です。自分は当時小学校低学年でキンドンも好きでよく見ていました。この曲も面白い曲だなと思って大好きでしたね。テクノ歌謡のヒット曲といったらハイスクールララバイが最初かなと思っていたのですが、それより前がありました。1980年、榊原郁恵さんのロボットです。作詞松本隆さん、作曲堤恭平さん、編曲船山元樹さん、おそらく全て生演奏と思われますが、シンセサイザーをふんだんに使って SF 的なイメージを作っています。曲自体はオールディーズのポップ風のキャッチーなものですね。しかし自分は当時テレビでよく郁恵さんを見ていた記憶はあるのですが、この曲を聴いた記憶はないんですよね。なんででしょう。一方でこの曲はよく覚えています。同じく1980年のジューシーフルーツ、ジェニーはご機嫌斜めです。作詞沖山雄二さん、作曲近田春夫さん、編曲はジューシーフルーツ。ピコピコとしたサウンドと前編ファルセットで歌うイリアさんのボーカルがものすごくインパクトがありました。ジューシーフルーツはおそらく全部生演奏だと思うのですが、当時の印象は未来的でアンドロイドが歌っているような、今まで聞いたことのないようなもので、とにかく斬新でした。1980年頃漫才ブームっていうのがありまして、それで人気の出たお笑い芸人がレコードを出すのが流行るんですね。その中にはちょうど流行していたテクノポップのアレンジを取り入れた曲が結構ありました。1981年ビートたけしさんの俺は絶対テクニシャンは、作詞木杉悦子さん、作曲遠藤健二さん、編曲浦山秀彦さん、歌詞はシンセサイザーと下ネタを絡めたかなりくだらないものですが、それを木杉悦子さんが作っているのはちょっと驚きですね。作曲は79年にテクノポップのサウンドを取り入れた東京和声というアルバムを出していた遠藤健二さん。流行り物を茶化すような歌は当時のたけしさんの芸風がよく表れていると思います。1982年には島田紳助さん、明石家さんまさんによる今和の清志郎プラス坂本龍一いけないルージュマジックのパロディ、いけないお化粧マジックというシングルがリリースされますが、その B 面I love you したいよっていう曲が作編曲鈴木圭一さんで、ピコピコのテクノ歌謡になっています。さんまさんは歌が下手だというのをネタにされているのでお察しな感じですが、紳助さんも負けず劣らずな感じですね。曲はスピード感があってかなりかっこいいです。そして1981年にたけしさん、さんまさん、紳助さんをはじめ当時人気だったお笑い芸人がたくさん出演した俺たちひょうきん族というバラエティ番組が始まり、大ヒット番組になります。それで完全に悪ノリな感じですけど、番組のディレクター5人でひょうきんディレクターズというグループを結成して、1982年ひょうきんパラダイスというシングルをリリース。作詞伊藤明さん、作曲小杉大五郎さん、編曲大谷和夫さん、ベンチャーズなどのサーフミュージックをテクノポップ化したようなサウンドで、そのリバーブ感とか独特の気持ちよさがあります。
アニメソングの世界では効果音などをシンセサイザーで入れることなどは以前からあって、テクノポップと相性のいいジャンルだったと思います。中でも有名なのはうるせえやつらの主題歌でしょう。ラムのラブソングが有名でよく取り上げられますが、個人的には1983年の2代目のオープニング、ダンシングスターが一押しです。作詞伊藤明さん、作編曲小林泉さんで、歌も小林泉さん自ら歌っています。この曲はソロアルバムトロピカーナに収録されたクレセントピアスという曲の歌詞とアレンジを変えたもので、原曲がラテン系のアレンジだったのに対し、こちらは都会をイメージしたテクノポップになっていますね。また NHK のみんなの歌で1981年に放送されたコンピューターおばあちゃんも印象に残る曲です。もともとは NHK のアマチュア作曲コンテスト番組あなたのメロディーに投稿され入賞した作品だそうで、作詞作曲は伊藤良一さんという方。最初は1981年5月にコスミックインベンションによって披露されましたが、後に坂本龍一さんが編曲し、坂井秀子さんが歌い、みんなの歌で放送されたバージョンが一番よく知られていると思います。親しみやすい童謡のような曲だけど、サウンドがやたらかっこいいです。1970年代後半から80年代、化粧品の CM ソングから数々のヒット曲が生まれましたが、その中でも80年代前半はテクノポップ系の曲が多くありました。まず1981年春、カネボウの CM ソング、矢野顕子さんの春咲小紅です。矢野顕子さんといえば YMO のワールドツアーにも参加し、80年代を通して坂本龍一さんとの共同作業を多く行いました。この曲も編曲と演奏にがっつり YMO のメンバーが参加しています。元から CM ソングとして作られたからか、矢野顕子さんの曲の中では飛び抜けてポップでキャッチー、本当に可愛らしくって心がウキウキしてくる春らしい曲ですね。そして資生堂1982年春の CM ソング、今和の清志郎プラス坂本龍一のいけないルージュマジックです。RC サクセションの今和の清志郎さんと YMO の坂本龍一さんによる異色のコラボで、坂本さんのシンセが前面に出たニューウェーブなサウンドですが、曲調はグラムロックっぽいですね。ギターは RC サクセションの中井戸礼一さんが弾いています。これは個人的にも子供の頃にテレビで見て、ルックス、パフォーマンス、楽曲すべてがものすごくインパクトを強くってやばいものを見たって感じた曲ですね。続いてカネボウ1982年夏の CM ソング、山下久美子さんの赤道小町ドキです。作詞松本隆さん、作曲細野晴臣さん、編曲大村健二さん。この曲は細野さんによる曲がレコーディング当日までできていなくて、細野さん、高橋幸宏さん、大村健二さんの3人でなんとか締め切りに間に合わせて完成させたそうです。言われてみればシンプルで疾走感のあるサウンドに思います。ウルトラボックスあたりを意識したアレンジだと思いますが、山下久美子さんのボーカル、キャラクターもあってか締めっぽさのないカラッと明るい曲になっていますね。カネボウ1982年秋の CM ソングは一風堂、スミレセフテンバーラブでした。一風堂は70年代スタジオミュージシャンやさまざまなバックバンドのメンバーとして活躍していた土屋正美さんが1978年に結成したバンドで、1980年レコードデビュー、当初からニューウェーブ、テクノポップ要素の強いバンドで海外からも高い評価を得ました。土屋さんがイギリスのバンドジャパンのサポートギタリストとしてツアーに参加することが決まった1982年、このスミレセフテンバーラブはCM 曲として制作されました。それまでの一風堂は生のドラムが演奏されていましたが、この曲では松崎秀喜さん所有のサンプラが使われたそうです。なのでそれまでのアルバムを聴くと意外とエネルギッシュなロックバンドしている一風堂ですが、この曲ではクールでおしゃれなテクノポップになっていますね。当時土屋さんがイギリスからの中継でザ・ベスト10などに出演していたのがめちゃめちゃかっこよく思いました。
カネボー1983年春の CM ソングは元キャンディーズ藤村美希さんの夢恋人、作詞松本隆さん、作編曲細野晴臣さん、全編マイナーコードで歌謡曲テイストの強い曲ですね。藤村美希さんは1978年キャンディーズ解散後芸能活動を休止していましたが、1983年一時復帰、このシングルとアルバム夢恋人をリリースしました。このアルバムは YMO の細野さん、幸宏さんに大村健二さん、ムーンライダーズのメンバーなどが参加したテクノ歌謡アルバムになっています。テクノポップと歌謡曲が絶妙なバランスで融合した良いアルバムだと思います。そしてカネボー1983年夏の CM ソングは YMO の君に胸キュンでした。これは以前の動画でも詳しく語りましたが、解散がほぼ決まっていた YMO が最後に歌謡曲をやってヒット曲を出して終わろうという感じで作られた曲です。 YMO が歌謡曲をやったというのが一般的な認識でしょうが、こうして聞いてみると、特に藤村美希さんの夢恋人なんかと比べてみるとあんまり歌謡曲っぽくないんですよね。あまり日本的な湿度、情緒を感じない洒落たイメージです。個人的にはこの曲で YMO を好きになってテクノポップにハマっていくきっかけになった思い入れの深い曲ですね。ここまでテクノポップ系の CM ソングはカネボーが多かったのですが、資生堂1984年春の CM ソング、高見知佳さんの唇ヌードはテクノポップ路線です。作詞作曲エポさん、編曲清水信之さん、おそらくではありますが矢野明子さんの春先コペニを意識して作られていると思うんですよね。でもそれは意識して並べて聞いてみたから思うことで、当時は特に似ているとか思ってなかったんですよね。明らかに同じコンセプトで作っているけど、2番煎じには収まらない良いメロディー、良いサウンドだなと思います。続けて資生堂1984年秋の CM ソング、高坂みゆきさんのニュアンスしましょうです。作詞大貫妙子さん、作曲エポさん、編曲清水信之さん、こちらは明らかに唇ヌードの続編といった感じがしますね。オリエンタルなイメージをさらに強く打ち出している印象があります。サウンドはクリアでキラキラしたものになっていて、これはサンプラーのフェアライト CMI を制作の中心に持ってきたからのようです。自分の印象では1985年以降、シンセや打ち込み自体はますます浸透していくのですが、テクノポップというのがあまり言われなくなって、なんならちょっと前の流行みたいな感じになっていたように思います。異論はあると思いますが、この1984年秋のニュアンスしましょうがテクノ歌謡最後のヒット曲だと自分の中では位置づけています。あとは超メジャーなアイドルのヒット曲にもテクノ歌謡と呼べるものがありますね。松田聖子さんの1983年のシングル天国のキッスは、作詞松本隆さん、作編曲細野晴臣さん、ハイスクールララバイのヒット以降増えていった松本細野コンビによる歌謡曲の代表的な曲でしょう。80年代を象徴するアイドルの聖子さんはカラッと明るいイメージでテクノポップと相性は良さそうですが、意外とそういう曲は少なめです。しかし細野さん作による天国のキスと B 面のわがままな片思いは出色の出来だと思います。ちなみにわがままな片思いはNレーベルからデビューした小池玉緒さんがレコーディングはしたけどお蔵入りになっていたカナリアという曲が原曲。細野さんのアルバムフィルハーモニーを彷彿とさせるサウンドです。中森明菜さんの1983年のシングルキンクは、作詞瓜野正夫さん、作曲細野晴臣さん、編曲細野さんと萩田光雄さん、よく YMO の過激な淑女が明菜さん側に没にされたため新たに作った曲と勘違いされてますが、実はキンクと過激な淑女の元になった曲は同時に提出され、キンクのみ採用になったということだそうです。松田聖子さんと好対照なマイナー調の湿り気のあるメロディ、編曲で萩田光雄さんによるストリングスなどが加わり、より歌謡曲度が高くなっています。個人的には
自分はこの後明菜さんのファンになるんですけど、この曲のあたりでかなり好きだと意識していたように思いますね。ちなみに明菜さんでテクノ歌謡といえば、1983年のアルバムニュー明菜エトランゼに収録されたモナムール、グラスに半分の黄昏という曲が一押しです。作編曲細野晴臣さんで、フランスの帝を彷彿とさせるヨーロッパ的なテクノポップになっています。小泉今日子さんは1982年のデビュー当時、70年代アイドルのカバー曲が続くなど意外と保守的なイメージでしたが、担当ディレクターの交代や自ら髪を短く切ったりして、ちょうど1983年5月のシングル真っ赤な女の子のあたりからイメージチェンジ、ポップなキョンキョンのキャラが立ってきました。この曲は作詞カン・チンファさん、作曲堤恭平さん、編曲佐久間正秀さんで、シンセを多用してイントロではボコーダーボイスも聞こえるキャッチーなテクノ歌謡になりました。小泉今日子さんはその後も作詞松本隆さん、作曲堤恭平さん、編曲船山元樹さんによる迷宮のアンドローラーなどテクノ歌謡系のシングルを多数リリースしています。あとは早見優さんの1983年のシングル夏色のナンシーなんかもテクノ歌謡系のメジャーなヒット曲としては外せないですね。作詞三浦よしこさん、作曲堤恭平さん、編曲茂木豊さんによる弾けるような明るいテクノポップサウンドです。早見優さんのボーカルも清涼感があって爽やかでいいんですよね。1980年代当時はテクノ歌謡というふうな言い方はなかったと思うんですが、1999年P バインから各レコード会社別のコンピレーション CD がリリースされます。ジンは当時これをレンタル CD で借りて聴いて目から鱗が落ちる思いでした。おそらくテクノ歌謡という概念はそのあたりから広がったんだと思うんですよね。個人的にその頃聴いてハマったテクノ歌謡の名曲を何曲か紹介します。フィーバーのデジタラブ、作詞糸井重里さん、作曲鈴木圭一さん、編曲難波博之さん、1980年の曲です。フィーバーはキャンディーズフォロワーの3人組アイドルで、これがラストシングルになったようです。バンド演奏主体ですが、シンセのアルペジオとボコーダーボイスがテクノポップしています。しかしそれ以上に演奏に勢いがあってかっこいいですね。ピンクレディの1981年のシングルラストプリテンダーは解散直前の曲で、テレビなどでも歌ったことがないそうです。作詞糸井重里さん、作編曲高橋幸宏さんで、疾走感のあるかっこいい曲です。 B 面アメニック逆回転シネマは梅林茂さんの作曲、梅林さんのバンド X が編曲。一聴してピンクレディとは気づかないロボットのような抑揚のないメロディーと歌い方でテクノポップしています。伊藤司さんの1982年のアルバムさよならこんにちはに収録の恋はルンルンは、作詞中畑隆さん、作編曲坂本龍一さんで、乙女チックで淡い感じのテクノ歌謡になっています。余談ですが、当時自分の兄が伊藤司さんのファンで、このアルバムを持っていて聞いていました。当時それが聞こえてくると、セリフの部分とか聞いてて恥ずかしいって感じだったんですけど、改めて聞くとなかなかいい曲ですね。真鍋千恵美さんは当時パンジーという女性3人のアイドルグループの一員でしたが、グループではレコードを出さずに一人ずつデビューしました。狙われた少女は作詞阿久悠さん、作曲編曲細野晴臣さんによる1982年のデビュー曲。しかしアイドルの曲とは思えないほど不穏な雰囲気があります。阿久悠さんの歌詞は分かるようでよく分からないシュールさがあるし、細野さんの作編曲はまるで YMO の BGM あたりを彷彿とさせる重々しさがあります。しかし自分はこのサウンドのかっこよさにやられましたね。スターボーは1982年にデビューした3人組の女性アイドルグループですが、宇宙人という設定、性別不明の髪型やファッションなど、かなり突飛な売り出され方をしました。
作詞松本隆さん、作編曲細野晴臣さんによるデビュー曲ハートブレイク太陽族は、それに輪をかけてヘンテコな曲で、歌詞はおそらく石原裕次郎さんの映画とかをモチーフにしたような男性目線で書かれていて、曲はファンク路線ですが、狙われた少女と同じくどこか重い印象を受けるものです。正直いろいろな要素がちぐはぐで全く噛み合ってないように思えます。で、やはりというか、このコンセプトとか全てが理解されずに全く売れなかったようで、次のシングルで早々と普通のアイドルへ路線変更しましたが、時すでに遅しで、そちらも売れなかったようです。しかし90年代末のテクノ歌謡再評価で見直されて、テクノ歌謡といえばこの曲というくらい一部では有名な曲になりましたね。自分も最初はちょっと拒否反応があったのですが、いつの間にか癖になって好きな曲になってました。何とも言えない妙な魅力のある曲です。はい、今回はテクノ歌謡ということで、1980年から1984年のアイドルポップスや CM ソング、テレビ番組初の曲を中心に紹介しました。これは自分がちょうど小学生だった時期と大体被っていて、テレビでこれらの曲を聴いていたのを思い出します。テクノポップのサウンドが当初はノベルティソングやアニソンなどで際物っぽく使われていたのが、化粧品の CM ソングなどではおしゃれなものとして、メジャーな歌手のヒット曲に取り入れられると普通のものとして浸透していった流れが見えるように思います。またこういったテクノ歌謡は自分も全然把握できていないくらいいっぱいあって、80年代アイドルのアルバム曲とかで偶然ピコピコしたサウンドの曲を見つけたり、そういうのが楽しくって、アイドルのアルバムとかをディグったりしています。はい、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。